デンマークの製薬大手ノボ・ノルディスクは23日フランスにある工場の生産能力を拡大するため160億クローネ、日本円でおよそ3500億円以上を投じると発表しました現在、肥満症治療薬のウゴービやオゼンピックなどの需要が高まっていてそれに対応するためとしていますこれにより生産能力は2倍以上に拡大するということです